1969年、小学生のケンジは仲間と共にたわいもない空想をして遊んでいた。悪の組織の世界征服、巨大ロボット、正義のために立ち向かう自分たち。次にこれを掘り起こす時は地球の平和を守る時だ。そう、全ては子供の空想のはずだった。28年後、コンビニを経営するケンジは姉から託された赤ん坊カンナを育てながら平凡な日々を送っていた。だがある日を境に恐ろしい事件に巻き込まれる。羽田空港爆破、国会議事堂襲撃、そして世界中で起こる大量殺人事件、全てケンジが子供の頃に書いた予言の書通りのことが起こってしまう。事件を操るのは友達と呼ばれる謎の人物。その正体は予言の書を知っているかつての仲間なのか。君の人類滅亡のシナリオはとても魅力的だったよ。あれを実現させることを僕はずっと夢見てきたんだ。世界征服だよ。ケンジは友達の計画を阻止するため仲間と共に立ち向かうのだが、ケンジ君、ケンジ君、あんたが描いた悪の組織が次に何をやるか思い出すのよ。お前が子供の頃に考えた筋書きなんだろう。お前しかいない、地球を救え。ケンジ！ゆっくりと進んでいきます。さあご覧ください、我らが友達の勇姿を。日本に友達がいる限り全世界の平和は守られているのです。友達は神になり人類は滅亡する計画。新予言の書って予言の書の続編なんでしょ。絶好だ、絶好だ。カンナを助けてほしいの。彼女は運命の子だよ、いや神の子だ。カンナは俺たちの最後の希望だ。ケンジの父ちゃん、どこ行っちゃったの。友達って誰なんですか。誰か彼らを止めてください。2015年世界は終わってしまうの。友達は神になり人類は滅亡する計画。この言葉の意味が分かりました。君を待っていた。お前あいつか。じゃあみんなバッハッハーイ。